畑に蜂いるけど。寄生蜂。どうしても気になって。イタチもいるで。ほら、冒険者様が出てきた洞窟から黒いオーラが流れてきたと思ったら、こんな幻想を作り出しました。なんだ？この標識、父の本で見たことがあります。これは、ウブリンの王が闇の狭間に隠れているという意味です。お嬢さんたちがどうしてこんな危険な場所に。文字が茹で上がる前に。何か役に立つかと思って、おじいさんの書斎に寄ってきたのですが。冒険者様を探しているうちにゴブリンに奪われてしまったんです。ゴブリンに本が奪われた。人間の本は必要ないはずなのに。なんで。注意なお嬢さんたち、ゴブリンの間に伝わる伝説が一つあります。釜で文字を煮て食べれば賢くなるという。俺がお嬢さんたちを安全なピントの城まで送ろう。エマお嬢さんの本を探してくれ。巨大な釜を調べるんだ。ヤーシュ君こんばんは。小生セイワノノムラナワーコアザナオショウケラと申します。十三神仙が一人傲慢の罪担当、以後お見知りおきを。さて前回、ベリア自警団のゴブリン偵察兵グリチャからゴブリン軍団の様子を聞きに行った主人公。現在ゴブリンたちはインプたちに住処を追い出されて暴徒化。セレンディアとベリア村をつなぐ道で貿易場所を襲う暴力行為に出ている。謎の男ジョルダイン侍従長はその現状に憤慨し、ベリア村の村長と相談、ゴブリンとの戦争を始めようとしていた。ベリアとゴブリンの共存を諦め武力行使に出ようとするベリアの兵。一方ゴブリンに感情移入してしまったグリシャはそれを拒んだ。主人公はグリシャの立場に立ってゴブリンの王と対話することを選択する。しかしゴブリンの王は年老いており、すでに亡くなっているという。ゴブリンたちから話を聞くため、トーテムポールを倒すという謎の儀式を行い、打ち解けることに成功した主人公。そこでゴブリンたちから興味深い話を聞いた。かつてゴブリンの王だったギアスは年老いており、インプたちに抗う力を持っていなかった。そんな王に謎の男が黒い石を授ける。すると王は亡くなり、代わりに強靭な力を持った新たな族長が現れたのだとか。ゴブリンの王の墓に向かうと真実が見えてきた。おそらくゴブリンの王は若いゴブリンの体を乗っ取ったのだろう。洞窟に住むゴブリンからは黒い石のオーラが溢れ出していた。主人公はそれを回収していると、地上では不思議な出来事が。ゴブリンの王が闇の狭間に隠れていることを示す紋章が現れたのだ。しかし詳しいことが書かれている書籍はゴブリンに奪われてしまった。取り返さなくては。ゴブリンの釜を破壊して、中から本を取り出さなければ。エイリンさん本取ってきたよ。信じていました。さあ、それではギアスの肉体がもともと誰だったのか本を見てみましょうか。どれどれ、ここだ。エリアン歴135年、バルタリ3世のこの絵隊長。100年ぐらい前じゃん。クレオクサス・アントニオ、娘と赤ん坊を永遠の命のために生贄として捧げた王に還元する。不死の錬金術師が決して儀式を止めることはできないというと、激怒した王は彼を処刑し、エワズの丘に巻き捨てた。先祖の罪に染まったクロン城へ私を導いていたのは、無念の死を遂げ肉体まで奪われてしまった重臣だったんですね。きっと彼は私に言いたいことがあるはずです。闇の狭間からイアスを呼び出すことはできるでしょうか。方法があります、エマお嬢さん。ですが先に食事を済ませてください。こうしていて倒れてしまったら俺が村長に殺されてしまいますからね。
農場主のマルティナに少し世話になりましょう。よし、飯だ飯だ。料理用のジャガイモが必要ですか？食事ならいくらでもご馳走しますよ。代わりに一仕事手伝ってください。マルティナから取引肉を手に入れる。前までこんなことはなかったんですが、ゴブリンたちのせいで農場が引き肉です。引き肉です。いくらでもご馳走しますよ。取り肉です。私でよければ料理はお引き受けします。ベリアに送って残った材料はありませんか？じゃあエイリン、畑に行ってジャガイモをいくつか収穫してきてくれるかしら。お仲間たちはここで鶏ひき肉のお粥を作ればよさそうね。大きなジャガイモが残っていればいいんだけど、ゴブリンが畑を荒らすのは一度や二度じゃないから。ジャガイモを手に入れる。鶏と水とジャガイモ。この爽やかな土の匂い、祖母が作ってくれた蒸し芋を思い出します。すぐに見つけましたよ。私勘がいいんです。じゃがいもゲットだぜ。簡易料理でじゃがいもと鶏ひき肉と水スタート。食べた。よし、HP 自然回復量はプラス5になる。飯食ったら効果がある。いいじゃん。ご飯効果。よし、腹ごしらえも終わったことだし、話し合いを始めるか。イアスは死んでからしばらく経った肉体を手に入れた。自然の断りに従うならば、土に戻るべき肉体。必ず付け入る隙はあるはずだ。あ、先週の父の授業で習いました。時間を閉じ込める錬金術に関する内容だったんですが、私がいつにも増して主役のことですっごく悩んでたんですけど、エイリン、あなたはそんなこともわからないのってクロリース姉さんが言ったんです。なんだったっけ、なんだったっけ、なんだったっけ。エイリン、あなたと勉強する時間がもったいない。時の砂、父の特製レシピならきっと止まった時間を動かせるはずです。あ、でも材料がちょっと手に入りにくいんです。 73% くらいの特定純度の黒い石だけ反応するんですよ。父が持っていた特定純度の黒い石はこの間の授業で私が全部使っちゃったんです。残念だな。クロリンスを連れてくるんだった。あの子ならきっと他の方法を提案してくれたはずだ。やっぱりそうですよね。私なんてこんな大事な時に力になれず。ラクロスさん、少し言い過ぎじゃないですか。今日のことはおじいさんにしっかり伝えておきますね。エイリン、別の方法があるはずよ。一緒に探しましょう。他の材料ならあるにはありますが、ちょっと微妙です。誰かの命をかけるほど大切な願いが込められたものが。それならゴブリンの角笛がうってつけだ。人間である俺にとっては奴らの執着が理解できないがね。ここです。黒い石を持ってます。黒い石持ってるじゃん。これなら大丈夫でしょう。てってれー。元々いた族長のものだったんだから。黒い石黙っているかと思ったら、ゴブリンの話が出るや否や積極的になるんだな。あの黒い石はいつか必要な場所で使うとしよう。今はゴブリンという立派な手段があるからな。うるさいですよ。他人の農場で何をしているの？冒険者様が決めてくれますか？私は冒険者様についていきます。
年を置いた族長が仲間へ送る最後のプレゼントか、黒い石は必要なところに使うべきだか。まあまあまあ、せっかく黒い石持ってるよって言ってくれるんだから、ゴブリン殺さなくても済む方を選びましょうよ。基本的に左が穏便ルートな感じ。もう7時40分じゃ飯の時間だな。この辺で終わっとく。この辺で終わっとくか。そろそろ家買えそうですね。お、彼はメディア廃山兵の出身でクロン城に駐屯していたんだ。少し前にゴブリンのギアスがクロン城を攻撃したとき、数多くの戦友と隊長を失った虚しさから脱走したみたいだが、それからは彼がベディアに定着するのを手伝ってくれたらしい。終了。村長のためにこの黒い石を使ってほしいんだ。実践だなんて、ドキドキする。それじゃあ本格的に時の砂を錬成してみましょうか。さあ最初の材料から探しましょう。まずは温かいイタチの血が必要です。ちょうど農場の近くにイタチがたくさんいますね。と少し古いですが、こう見えてもこの前の錬金術の試験で2位の栄光をもたらしてくれた大切な道具なんです。さあというわけで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回イタチの血を採取して、なんかいろいろと時の砂を作っていきましょう。というわけで本日はこの辺で、シュールタリゲター、またね。バイバイ。バイバイ。